マイクラも15周年か、おめでとう。というわけでどうもこんばんは、カズクラです。いや、マインクラフトも最初の時期はもっともっとシンプルなワールドだったはずなのに、年数をかけてどんどんと進化していってしまった。そしてこのカズクラワールドも一緒、ビヨーンとこんな素敵な素敵なワールドになっていってしまったのであります。いや、これも、なんだかんだ8年9年10年とやってきてるわけなんだけども、この世界新しくリセットするとどうなんの？ということで今回は行ってみたいなと思います。全く同じシード地、そして現在のワールドで飛ぶとどうなるのか。今現在はなんだか砂漠とか、なんだかいろいろあるよな。サバンナ、そして真横には海があったり、さらにこの奥の方に行くとどうなっていくのかというと、海底神殿まであるよ。横の方に太陽が落ちる側の方にあるんだね。どうなんだろう、最新バージョンになるとどうなるんだろう。いや、とても興味深い。ということで早速今日も行ってみましょう。ではシード地を入れました。よし、これで大丈夫。よし、早速作っていきましょう。久々の新世界に誘ってください。海は？どこ？太陽が沈む方角。今あっちから上がったってことはあっちの方角に、あれは？ちょっと行ってみようか。しかも木の上スタートだ。ちょっと木材もね、コリコリしながら行ってみたいと思います。こんなに変わるもの、すべてが変わっちゃったの、この時代。そういえばオランが始めた頃、松の木はあったよ。松の木はあったね。ただいろいろと世界が変わりきってしまったのかもしれない。ちょっとしばらくこの世界冒険してみよう。これとりあえず最低限の道具だけは作っとかないと、もう手慣れたもんだな。はい、木のつるはしを作り、そして力、うわー、そういえば昔ね、こんな地形すらなかったんだよね。こういうなんかね、なんて言うんだろう、こう細くなんか岩と岩の隙間があるみたいな、こんなんすらなかったんだよ俺。よし、ここで最低限の石グッズも手に入れて、ちょっと冒険の方に出かけてみようこれ。あー、最低限の装備は整えたぞ。おー、早速冒険だ。一体何がどう変わってしまったのか。あっちだね。いや、なんかがなんかに切り替わったんだと思う。だから海底神殿はまた何かに変化してしまったんじゃないの。どうなんだろう、どうなんだろう。あ、豚さん、こんにちは。こんにちは。今んとこもうこうやって林しかないんだけど、もうちょっとさ、なんかいろいろ開けてたりとか。出てきた出てきた、ようやく森を抜けることができそうだぞこれ。この森を抜けると、あ、ようやく平原だ。あ、村もある。あ、村の位置については結構似てるぞこれ。左手に村があったんだよ。あ、ちょっと最初の位置がずれただけなのかな。マップすら生成が変わるとかあるのかな。どうなんだろうね。いや、でも地形変わってるわ。ちょっととりあえず、あ、海もある。あ、意外と変わってないかもしんない。大きくは関連性はしっかりとあるのかもしんないよこれ。行ってみよう行ってみよう。ちなみに私が始めた頃からだと、銅のブロックももちろんなかったし、敵モブなんかもね、ウィザーは確かいたと思うんだけど、ウォーデンとかももちろんいなかった。他にもいろんな要素があったりするんだけど、この村でね、なかった要素などなど探していくよ。こんにちは。おお、食料食料食料。あ、そうだ、そういえば昔は職業ブロックなんてもんもなかったよね。こいっていつ、ほんとできる幅が広がったな。そんでこんだけ村も家がおしゃれじゃなかったんだよ最近みんなおしゃれ。あー、どうもこんにちはみんな。ちょっとベッド1個もらってくよこれ。おや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 、食料が。そう、この俵も途中のアップデートで追加されたものなんだよね。これこれのおかげで食料が結構うまうまになるんだこれ。うわー、うまい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 ぞ。危な、終わるとこやった。危な危なかった。危ない。あー、危なかった。もうこういう崖とかできるようになっちゃったんだから。いやー、地形も変わっちまったか。この15年間ほんといろいろあったな、マイクラも。うわー、鉄なんかもいっぱいだ。よし、今日はこれで冒険だ。レッツラゴー。やっぱアップデートによりこうやって食料がね
いくらでも作れるようになっちゃった。うわーすごい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 。これならなんだかサクサク冒険ができそうな気がするよ。そしてマインクラフト15周年のテーマっていうのが君の世界を形にしよう。ほんでオラの世界の形といえばやっぱりバニラワールドだ。これがオラの形。とりあえずすや。あーよく寝た。さあということで今日も冒険に出かけよう。あいつにも会いに行こうかな。では船で冒険だ。おー海原ー、もうこんなところに。やっぱさ、こういうワクワク増えたよな。ほらこんなん男のロマンでしょ。船どこにあんのこれ。本体は？船本体どこ行った？あった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 。この下丸々埋まってることある。この下かな、お宝があるところ。あった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 。こんなに埋まってんの初めて見たんだけど。あったぞー。じゃあじゃん、おー宝の地図まで。よし、これを使うとどうなるか知ってる？みんな、そう、冒険に出かけて宝物手に入れることができちゃうので、これだと西に行くってことだよね。おーいい感じに来てる、いい感じに来てる、いい感じに、ほら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 。そしてあとはここまで来たら北に向かっていくだけでございますな。うわー楽しい宝物探し。っていうかカズクラのワールドの原型は一体どこに行ったんだろう。なに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 、あの森の中にあるみたいだぞ。ほら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 、どんどん近づいてる、どんどん近づいてるよこれ。来た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 。あとはここここだな。おっと、じゃんじゃじゃーん、こんなものが手に入りました。海洋の心なんかもあるんだぜこれ。あ、そしてワンちゃんもアップデートによりいろんな種類が増えたと聞いたけど、ここは普通の白いワンちゃんだった。他にもないかな、ないかな、アップデート要素。また沈没船だ。しかも形がすごく綺麗。こんにちは。うわ火事型なんかもある。また宝の地図やないか。さあ次は、はい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 、ここね、ここだ。あったー、うおー見つけるの早い。あ、ダイヤモンドだ、ゲットだぜ。お、ようやく海底神殿だ。うん、離れすぎてある。やっぱシード地は一緒でも全然違う。しかもダブルだ、ここにもあっこいも。さあそして変わったのは何も、マイクラだけじゃない、オラのテクニックもきっと変わったはず。いやー上手くなったんだよなんだかんだで。バニラでずっと生活してたからさ、夜危なくなったらチュ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 早く寝るってことも覚えた。マグマの音、オッケー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 、完璧すぎる。ほんでこうやって、そう、ネザーゲートも開始数分とかでいけるようになっちゃったんだぜ。多分作れるぜこのまんま。しゃあ、いらんあぱい。あとは砂利くつして、オッケー、ヒュッチチパチコーン。たったこんだけでネザーにいける。この10年ぐらいで成長したもんだな。こんにちは、最悪の場所。いやこういったところの冒険もね結構楽しかったりするんだよ。おお、やってきちゃったよ。これがネザーの世界さ。地獄みたいな場所だ。ちなみに勉強だ、この後ろに見えるこのなんか色のなんかグレーのところ、これデルタ地帯といって、これもアップデートによって生まれた場所。このネザーもちなみにアップデートで生まれた場所だ。こんなどんどんと、というか一つのゲームでずっと遊べるじゃん。あ、赤森までも、あ、やだやだ。あいつからの攻撃を防ぐにはメット、金装備をしないとね。よいしょ。さあそんでここ面白いのがね、こうやってマグマの上をジャンプしていけるっていうドキドキを楽しめる非常に危険な場所になってる。これはよし、このまま勢いづいてクリアしちゃおうかな。いや、いや、うわ、よいしょ、よいしょ、なんかねえかな、なんかあった、あるやん。わわ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 、盾を装備したカズクラは、ナイス上陸。こんにちは。
何これ上。ひーいっぱいいる。なんだあれ。あそこに行きたいんだけど。あっち。やってきちゃった。イエーイ。いや湧きすぎでしょ。危ない危ない。オッケー。いいねー。ふうわお。悪くない。順調。うわ。おなら本ゲットだ。あやや。カズクラ。よし次はここだ。廃業採用攻略。はいゴミっぽいゴミっぽいゴミっぽい。気をつけろ。いいぞやぜやべえ先輩が。なんでこれ置けない。てて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 。あぶねえ。よし次はこっちだ。気をつけろ。お、ちょうだいちょうだい。そういうことそういうこと。こういう楽なのが欲しかった。よしよし。いただきます。どうも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 。みんな、いただきに来たよ。すべての宝を。みんないるかな。ほら、金だ。おみんな、おい金持ってきたぞ。金だ。ほらよ、もう一人連れてこないとな。こっちこっち。貴重な黒曜石。はいはい。よーし、あとは交易待つだけ。よし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 、ありがとなお前ら。うい、ジャンゴー、いざ冒険の旅へ。ええマジどこ行った今。偶然真下ってことないよね今の。はどこ行った今の。ああった、こっちかな。行くよ。ああっちだ、あっち。おー、いいね。さあここはアップデートで特別何にも変わってないところ。ただ道なりに行くだけ、たったそれだけ。でもバージョンが変わることでまた攻略方法も変わってくるのがこのマインクラフトだ。うわっかわいい。骨は骨骨骨骨ないわ。新しいワンちゃんだ、かわいい。はい、もう一回投げてみよう。あーやっぱずっとあっちだな。頑張っていこう。はいキャッチ。さあしばらく進んでいきまーす。ここらへん、うおい、どこ行った。なくなったよな今。ここか一応。おっしゃしゃしゃ、頼むぞ。浅いところにやってくれよ。うわお、もっとした？うわわ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 。やばい、硬い相場に出てきたよ。あ、よっしゃー。ん？シコシコ？うおおお、シコシコ音を見逃さなかった。君か。オーケー。鼻の効き方抜群です。参りましょう。いやー同じシート地簡単だな。おい、ほんでこれ確かね、北に向けて掘るともうエンドラの位置らしいよ。こねたこねた。ほんでこっちに行くと違うんかい。よっしゃー早速倒していこう。いや最近エンドラちょこちょこやってるけど楽しいなやっぱ。オッケーオッケーオッケー。はい、よいしょ。怖い怖い怖い、来てる来てる。ほい、やってた。おいまーい。おいまーい。おお当てる。はいはいはい。いやーみんなはこのマイクラいつから始めた？カズクラは約10年ぐらい前かな。9年ぐらい前か。中にはマイクラができた頃にはまだ、うわわわわ、いてて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 て、生まれてない子もいるんじゃないの。いやなんだかんだで伝統のあるゲームになってしまったようだ。あっ、下手にジャンプするもんじゃね。よいしょ。よーし、イエイ、新しい最新バージョンのシート地でも無事倒すことができました。
同じシートしても、いやめちゃめちゃ楽しみがいがありましたな。全く違う世界変わってたよ。9年ぐらい経つとそりゃさすがに変わるか。さあということで今日はマインクラフトマイクラリレーでございます。さて次バトンタッチしていくからどんどん続きも見ていってくれ。ということで今日もご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくね。高評価待ってるよ待ってるよ。というわけでまたお会いいたしましょう。バイバーイ。